やっぱどこにもいないね。ですが、確かにおじいさまの気配を感じました。うん、絶対にあれは黒影おじいちゃんの気配だったよ。だが、これだけ探してもいないのだ。やはり気のせいだったのかもしれぬな。 そうですね。一旦おじいさまのことは置いておきましょう。今は忍びの盆踊りをどうするか考えなくては。っていうかさ、みんなはどうなの？やっぱ忍びの盆踊っちゃう感じ？神楽への道が開かれるそうですからね。それが本当なら、 他校の櫓に攻め込むのが正しいと思います。アスカさんたちはどう思っているのでしょうか。気になりますね。わしたちにその気はなくとも、向こうがその気ならば戦いは避けられませんから。じゃあ、私がちょっと偵察に行ってくるよ。ヘビジョの子たちの様子でも見てこようかな。 一人で大丈夫ですか？余裕っしょ。私に任せといて。忍びの盆踊りか。神楽のことの真偽はともかく、 こんな空間にいつまでも囚われていては時間の無駄だな。まあまあ、そんなに急がなくてもいいんじゃない。ほら、せっかくの真夏のビーチなんだしさ、少しくらい遊んでからでも遅くないと思うんだよね。というわけで、みやび、水着になろう。 いや、ならん。 どうしてもこうしてもあるか。さっさと勝ち抜ければこの世界から出られるかもしれない。ならば速やかに他校の櫓を壊すのみ。みやびちゃん、でも。なんだ？ お姉ちゃんがこの姿でいられるのもここだけのことだから。そうなのか。りょうびちゃんだってそうでしょ。りょうきお姉ちゃんともっと一緒にいたいでしょ。りょうびはまだよくわからないわ。あら、りょうびちゃん、ごめん、少し時間が欲しい。 どうしたものか。ふん、リーダーって大変だね。ふん、私にはマジ無理。シキ、お前何しに来た。 私たちを襲いに来たんですね。私は早くお家に帰りたいのに。ほう、たった一人で櫓を壊しに来るとはな。その度胸だけは認めてやろう。え、何それ。別にそうじゃないんだけど。だが、 私たちは甘く見すぎだ。私は様子を見に来ただけなんだけど。行くぞ、シキ。てかこれマジでヤバくない？エリカにメールしたらかなり興奮しちゃうよ、きっと。
でもまあこうなったらやるっきゃないよね。Come on.
私だけでなんとかなっちゃったよ。ヘビジョも大したことないんだね。って言いたいところだけど、みんな心ここにあらずって感じだったね。まあなんか事情があるみたいだし、私でよければ話聞こっか。相談乗るよ。せめてギャルって言ってよ。金髪はヤンキー。あは、まあいいや。んじゃあ私行くから、悩みがあるならいつでもメールしてよ。さっさと行け。どうしたんだミヤビー、らしくないよ、ぼーっとして。懐かしい、この感じ。え？これは母さんの気配だ。母さんって、まさか。みやびちゃんのお母さんも忍びだったんでしょ？ああ、私が子供の頃、ヨウムに殺された。だったら神楽千年祭で生き返っているかも。探しに行ってみたら。母さんが生き返っている。みやび、この世界にいる理由ができたね。探しに行ってみようよ、お母さんを。よし、それ
出発だ。水着になって。水着は関係ないな。え、いや、まあそうだけど。それに母さんを探す前にやることがある。やること？追いかけるぞ、シキよ。私はやられた借りはすぐに返す女なんだ。さすがじゃない？